りえゆいです。さあ今夜のてんたまは放送1000回を迎えました。わーすごい。台本にいつもですね、堀江由衣の天使の卵とか何月何日放送とか書いてあるんですけど、そこにあのシャープ1000って書いてありますね。これを打つ時の諏訪さんの気持ちは何、どんな気持ちなんですかこれ。ルーティンかまあそうよねルーティンよね台本だもんねさあというわけで、ですね、始まった当初はまさか1000回までね放送するとは思ってなかったですよね。いやこの中の誰も思ってなかったと思いますけど、私も全く思ってなかったですね。いやでもすごいですよ。だってこれ誰かが何かを確実に1000回はやってるわけだから、結構ねなんか毎週毎週1000回やるってなかなか大変じゃないですかね。なんかでもあれか、親方とかこの番組を1000回も編集してくれたんだと思うけど、別の番組もやってるからもっとやってるんだあれあんますごくないのかなはい、というわけでね、なんですが、まあただね、見渡す限りスタジオはいつも通りということでね、なんだろうこれ、あれなんかほら1000回とかになっても別にスタジオになんだろう、あのティッシュで作ったお花とかあの折り紙の輪っかとかが、まあ、飾られることもなく、今のところいつも通りな景色ではあるんですけど、まあてんたま1000回ということでね、まあまあまあ言うてもお寿司ぐらいはあるのかな、まだ目の前にはありませんけど、まあ、お寿司ぐらいはあるのかなということでね、はい、あれですよ、なんかあのワンピースとかも1000回、コナン君とかも1000回とかなんですよね、放送とかがね。いやなんかその割にこのなんか何てんたまのなんてこのなんていうのシンプルさっていうかちょっと簡素な感じするんですけどまあそこと比べるなっていうねでもあれでしょ、てんたまが漫画だったら100巻いってるんでしょてんたまがもし漫画だったら100巻でしょ、100巻ね、これすごいですね。なんかなんだろうね、この重みの違いみたいなの何なんですかね。まあまあでもね、1000回おめでとうございますというね、あのメッセージとかも皆さんからたくさんいただいているみたいなので、ご紹介していきたいと思います。ということで、堀江由衣の天使の卵、今夜もあなたのハートにエンジェルビーム。この番組はキングレコードの提供でお送りします。改めましてこんばんて、堀江由衣です。今ね、1000回になったからか、あの文化放送の偉い人が来てくださって、ドリカンって私そのてんたま始まる前にやってたあの番組があるんですけど、その時のね、あのご一緒してたあの白石さん、その白石さんから親方に変わったんですけど、が今来てくださって、なんかちょっとせっかくだから、あなんかくださいよって言ったら手ぶらできちゃったって言いながら、なんかせっかくだからなんかお祝いっぽい言葉って言って、出ない、何も出ないって言われながらまあでもあのドリカンの頃から1ミリも変わってないよねっていうお言葉だけいただいてね、はい、あのまだいらっしゃ、去っていかれちゃいました、まだいらっしゃありがとうございます。なんかね来てくださいましたけどね、はい、ということで、あのリスナーさんからもお祝いのメッセージをいただいているということで、早速紹介したいと思います。いやなんかねすごいこれ いろいろねいただいて読ませていただいてるんですけど、割と覚えてないこともねありましたね。
はい、ということで早速読んでみたいと思います。てんたまネームティースさんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん、てんたま1000回おめでとうございます。そして1000回放送してくれてありがとうございます。私が印象に残っているてんたまは堀江由衣の天使の卵じゃなくて2012年のカラーリング総選挙で堀江由衣さんが3位で負けて堀江優さんがパーソナリティを務めた堀江優の天使の卵です。489回、そう、堀江由衣さんがパーソナリティを務めずコメントゲストだった回です。あ、私コメントゲストだったんだ、しかも総選挙で黄色の堀江由衣さんは、私黄色だったんだね、優しそうな緑の堀江優さん、赤の堀江優さんに負けて3位だったという、2つがとても印象に残っています。あのとても優しそうな堀江優さんゲストに来てくれないかなということで、これね全然なんかカラーリング総選挙をやった記憶はあるんですけど、堀江優さんが1位になって堀江優さんがラジオをやったっていう記憶が私も諏訪さんもあんまり覚えていないっていう堀江優ちゃん、堀江優ちゃんはあれでしょ、なんか多分前髪分けて、ウェーブの子ですよね多分。で、ゆあちゃんがボブの子で合ってるのかな。で、ゆえちゃんの記憶ないですけどゆえちゃん何してんだろうあと、ゆいちゃん私何してたんだろうえ、堀江優ちゃん、まるまる30分堀江優ちゃんで喋ったのかな。なんだろう、おしゃれなカフェの話とかしてました。たまに私がやりたがるおしゃれなカフェの話とかしてたのかな。なんかね、これ私あんまり覚えてなくて、なんかそんな回あったんだっていう感じですね。はい、もうちょっと今堀江優ちゃんのキャラを求められてもちょっと全然どんな人だったかなっていう感じですけど、もう一枚いきます。東京都のてんたまネームかおちゃんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん、ついに放送1000回になりますね。本当におめでとうございます。皆さんの思い出を募集ということですが、インパクトの強かったコーナーはアポなしテレフォンです。ほっちゃんが文字通りアポなしでリスナーに電話をかけてお話しするというコーナーで、当時子供でお便りを出すことができなかった私には憧れのほっちゃんからお電話をいただける方をいつも羨ましく思っていました。しかし一つ同情したこととしては、電話を切る前に、お決まりであなたのハートにとほっちゃんが言ったら、リスナーさんは大きな声でエンジェルビームと言わなくてはいけないことです。仕事中や出先であってもエンジェルビームを強いられており、この頃からほっちゃんのエスッケの片鱗が垣間見れていましたね。頑張って叫ぶ方や周囲の人に聞こえないよう極力小声で言う方など様々で、とても面白かったです。私これ好きそうだな、アポなしテレフォンね。なんかやっぱり初期の頃に結構やっていたコーナーだったんですけど、実際にねリスナーさんにこう電話をかけるってことで印象に残ってる方もリスナーさんの中でも多いですし、私もね割と印象に残ってます。やっぱ最初の頃とかこう電話をかけるのが緊張しましたよね。で携帯の番号も当時ありましたけど、でもなんか家電の人も意外と当時まだいた気がして、学生さんとかね、だからなんかお家に電話するのがすごい緊張した記憶がねありますね。はい、これね、切る時にあなたのハートにって言って、どこであろうとエンジェルビームって言ってほしいみたいな、この感じはねすごいわかる。私今でも多分同じことする急にだった、いつも聞いて、はい、そうですエンジェルビームっていうことじゃないですか楽しくてしょうがないそれ今でも多分ねやっちゃうかな、このねちょっとねド S のやつねやっちゃうかもしれないですね。はい、もう一枚、静岡県のてんたまネームほっちゃんと宇宙旅行さんからいただきました。ほっちゃん、てんたま1000回放送おめでとうございます。僕が過去の放送で印象に残っているのは、放送600回と650回でやったてんたまカラオケ大会です
ほっちゃんがキャリーパミュパミュさんや AKB48 さんや鈴村健一さんの曲を歌うなどかなりレアな放送でしたし、親方がほっちゃんと黒バラ保存会のフラワーをデュエットしていて羨ましかったり、これも覚えてない、エンディングでエンジェル恋をしたを全員で歌っていたのもカオスすぎて楽しかったです。というわけでまたいつかてんたまカラオケ大会の開催に期待しておりますということで、ありがとうございます。あーそうなんだ、なんかこう最新の曲を歌うみたいなのが、あの9時で、そうカラオケに行って9時でなんかこう人の名前と、まあ、例えば親方みたいな最新の曲とか18番とかなんかそういうカードを引いて誰が何歌うかをこう決めてた記憶があるんですよ。だからあの最新の曲って言われた時に困っちゃうから、なんか結構キャリーちゃんのなんかたまたま聴いてた曲をちょっと練習してったり、なんか AKB さんのあの曲とかもちょっとなんか練習していったりなんかしましたね。鈴丸さんの曲はなんかねたまたま多分 CD いただいたかなんかで、あのよく聴いて、ね、なんかシップスっていう曲がすっごい好きでハマってんな、ずっと聴いてたんですよこの時そのでなんか練習しなくても歌えるかもみたいな感じで歌ったのをちょっと覚えてます。これ歌った記憶はないけどこの曲が好きで聴いてたのはめっちゃ覚えてるんですよ。うわー、で親方とデュエットしたのも覚えてないしエンジェル恋をしたをみんなで歌ったっていうのも素敵なエンディングなんて素敵なエンディングそれ今回もそうしたらいいじゃん、最後正解だからエンディングみんなで歌ったやつ流せばいいじゃんね、なんかそんなねことやってたんですね。いや本当に私覚えてないね、私たち覚えてないやつ結構本当リスナーさんがね覚えててくださってますね。いや嬉しいな。もう一枚、ラジオネーム骨付きマーシーさんからいただきました。ほっちゃんこんばんてん、放送1000回おめでとうございます。さて自分のてんたまの思い出ですが、2008年のお正月に募集されたてんたま年賀状コンテストに採用され、黒バラ保存会の皆さんの年賀状をいただいたことが印象に残っています。あーこれね結構年賀状コンテストなんか長らくやってましたね。なんか当時というか、まあ、最初の頃、まあ、結構でも2008年だから長くやってたのかな。まあお便りメールもありましたけどおはがきも結構いただいてて、でお正月の時に結構ねなんか年賀状をいただくことが多かったんですよね、ラジオに。それでみんなで年賀状のお年玉なんちゃらみたいなやつを見るのが楽しくて、じゃあ年賀状せっかくだからコンテストしようみたいな感じになってやってましたね。で黒バラ保存会の年賀状も覚えてますよ、全員でジャンプして飛翔みたいなあのよくできた年賀状ありましたよね、あの年賀状ね。そうみんなでジャンプして飛翔っていうタイトルつけてなんか年賀状にした記憶がありますね。はい、いや年賀状コンテストも楽しかったな、またやりたいというか今やったら当たりますかね、なんかふるさと小包みたいなやついや年賀状で何か当てるのってすっごい大変、全然やっぱね結構数いただいてたけど全然当たんなかったですからね。はい、あもう一枚いけるのかいけないのか、いけない感じ。はいはい、ありがとうございます。こちらのメッセージねまだまだありますので YouTube の方で読むかもしれないので、ぜひぜひ皆さんね読まれなかった方もちょっと待っていてください。ということで皆さんメッセージありがとうございました。そしてここで堀江由衣の天使の卵第1回目の音源というのがあるので聞いてみたいと思います。いや聞いてみたくあんまないんですけど第1回目のオープニング、あれこれって何回目かの放送でこの企画ってやりましたっけ、やってない、初めてぐらいですか。あそっか、ちょっとじゃあ何途中で気になったらストップで止める、わかりました。じゃあ一回聞いてみましょうかやだな、まあ、じゃあ一回、あそうね、オールマイラブね、この頃ね、はいはい、皆さんこんばんは、堀江由衣です。はい、今日から始まりました堀江由衣の天使の卵、頑張れ私、頑張れみんな、
遅い時間だけど、眠くならずに頑張れということで始まりました。どんな番組かというとですね、これは、後ほど行きたいと思います。そしてこの番組のタイトルですが、これも後で説明します。待って待って、はい、今私が皆さんに言えることは、この番組は30分前に喋っているのが堀江優衣で、これからこの番組は誰かにやめろと言われるまでは天使の卵で続いていくという感じです。可愛くない？伝わりますかね？大丈夫かな？あ、でもなんかあんまり変わってないのかな、喋り方とか。とても不安だと思いますが、記念すべき第1回目、最後までよろしくお願いします。あれ言わないんだ、堀江優衣の天使の卵今夜もとか言わずにオープニングが終わってるんだ。っていうか聞いた、おっちゃん、おっちゃん可愛くない？可愛かった。ちょっと待って、今でもできるのかな、あの感じ。一回やってみましょうか。はい、というわけで今なんかいろいろ聞いていただい、似てる私なんだ、なんかやる気になればできるんだ、あのなんかこうちょっとなんて言うんですか、なんかういういしい感じとかってなんか言い回しとか喋り方とかなんかテンポとかあんまり変わってないですね。あ、そうなんだ。いや、ちょっと今驚きましたね。面白かったですね。いや、でも思ってたよりもしっかりしてたからすっごいホッとしました。私なんかもうなんかもっとなんかとんでもないのが出てきたらどうしようってすっごいドキドキしてたんですけど、案外止めずにね聞いちゃいましたね。いや、ちょっと待ってよ。いや、ほっちゃん今可愛かったなはい、ということでではここで1曲お届けしましょう。天使の卵、初代オープニングテーマです。聞いてください、堀江優衣でオールマイラブ。終わらない日常がいつもこの街で待ってる。一人で傷つき悩むより、話してみてよ心の中。抱えきれない不条理に時に打ちのめされたとしても、決して自分を責めないで、それ以上傷つかないで。あなたを包みたい、天使の卵、今夜は1000回記念放送をお届け中です。続いてはこちらの企画、天玉1000回クイズ。
はい、こちらはですね、天玉の旋回放送の中で旋回の放送の中で起こった出来事をもとにクイズが出題されます。見事私が正解することができれば高級お寿司が食べられるそうです。いや、まあお寿司ね、今目の前にあって、まあさすがの今野さんなんですけど、多分用意してくれたの今野さんですよね。あのね、縁側炙り縁側サーモン炙りサーモンっていう私の大好きなお寿司だけが揃ったおっちゃんスペシャルセットをね、用意していただきましてありがとうございます。なんですけど、何これあれですか、クイズやるってこと、はい、これクイズやってあれ正解したら食べられます的なやつってこと、はい、これ何なの、お寿司割と記念の放送出るじゃないですか。なんだからあれ、いつもゲームとかしてましたっけ。ではいきます、問題時間ないのね、はい、第87回放送で、はい、87回、うん、堀江由衣がもしも名前を変えるとしたらという質問に対して、うん、ほっちゃんが考えた、はい、絶対に売れそうな声優の名前は何でしょうか。これ私覚えてますよ。何回かね、声優さんの売れそうな名前を考えたことがあるんですけど、この時多分ね、千葉恵。正解なんか声優さんの割合に対して千葉って名字の人多くないっていうのと、有名な方でね、で恵さんでやっぱり林原さんとかいらっしゃいますけど、売れそうっていうので、なんか千葉恵っていい名前じゃないかっていうので当時考えてました。すごい、じゃあお寿司食べてください。あ、やったー、ありがとうございます。じゃあちょっと普通の縁側からいただきましょう。いただきます。やったー、お寿司、うん、うん、うまい。問題、うん、第12回目のクリスマス放送で、うん、12回、はあ、マネージャーのカリンコリンがリスナーに持ってきたクリスマスプレゼントの名称は何。あ、ずるい、ずるいな。物は分かった、コートでしょ。はい、何コートか、カリンコリンコートじゃん、そんなの。違います。違うの。ちゃんと名称があります。名称、マネージャー、マネージャーなんとかコートでしょ。惜しい。マネージャー何コート？まで、シャリしか食べれません、これだと。シャリだけか。ちょっと待って、マネー、炙りんが食べたいな。マネージャー。マネージャーを、うん、もうちょっとマネジメントコート。正解。お寿司食べてください。やった、ちょっと炙りんが。正解は、マネージメントコートということで。やったわ。カリンコリンさんが毎年、うん、毎年なぜかコートを出してくれてましたね。大量にプレゼントで出してて、うん、それを総称でマネージメントコートと呼んでおりました。そうだ、何回かやったから覚えてるんだ。はい、負け負けってお寿司食べろ、早く食べ、巻いて寿司を食えとはい、いただきます。あ、炙りおいしい。あ、時間切れ。時間切れ、嘘でしょ。すいません、たくさんお寿司とクイズ用意していたんですが、ちょっと時間切れということで、はい、終了です。え、ということで、まあクイズがね、まだまだたくさんあるということなので、そちらもやりたいので、クイズの方とかはこの後の YouTube の方で続きをやるってことでいいですか。でリスナーからもクイズを募集しましょう。はい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 、あ、ぜひお願いします。マテンタマね、聞いていただいて直後に始まるんですけど、まだまだ間に合うので、ぜひぜひこれ問題にしてほしいみたいなのがありましたら、ぜひ送っていただけたらと思います。これ正解したら私お寿司食べられるんで、ちょっと私がねお寿司を食べられそうな問題を送ってくださったら嬉しいです。よろしくお願いします。Thank you.
堀江由衣のお天使の卵、前回記念放送、そろそろお別れの時間になってしまいました。いやいや、あのクイズ正解してないけどガリは食べていいのかなと思ってガリを食べるのは自由なんですか、これ。お寿司は食べれないけどガリは食べていいの、いけないの、どっち、食べていいの、食べていいの、いただきますはい、さあ、あの文化放送でお聞きの方はですね、このあと11月26日金曜日深夜1時30分から堀江由衣公式 YouTube チャンネルで天玉1000回記念の生配信ラジオ、堀江由衣の天使の生卵を放送します。あのそちらでもね、天玉1000回クイズやりますので、皆さんぜひ私が答えられそうなクイズ送っていただけたらと思います。あとね、さっき全部読めなかった感想とかもね、1000回の感想とか印象残ってる回も読みたいなと思っておりますのでね、ぜひぜひ聞いていただけたら。ではここで、はいはい、堀江さんに、はい、1000回記念のトロフィーを贈呈させていただきます。わー、あ、すごい、あ、ちゃんとできてるありがとうございます。ありがとうございます。1000回になった時に、あの文化放送さんでなんか、ね、インタビュー受けさせてもらったんですよね。でそのインタビューの時になんかトロフィーがどうのって話が出て、あ、私トロフィーいらないですってよっぽど可愛くなったら欲しいですって話してたんですけど、なんか思ったよりめっちゃ可愛いトロフィー。これさ、もっとよく見てください。え、なになにこれ。後日堀江さんが欲しい例のあれ絶対手に入れます。絶対だ。え、なにこれ、例のあれって。ええ、プレイステーション5ありがとうということでね、あのせっかくだから、じゃあトロフィーいただいたんで、あのコメントをさせていただきます。はい、ということで改めましてね、あの1000回ありがとうございます。いや本当にね、こう1000回も、放送ができたのは1000回も聞いてくださった皆さんがいらっしゃるからだと思っております。いや本当にね、あのインタビューではあんまりそこ触れなかったんですけど、いやいやちゃんと触れたんですけど、いや本当に改めてそうだなと思っておりますのでね、ぜひぜひあの天玉ね、またあのこの後のYouTube とかもぜひ聞いていただけたらと思います。ということで、この時間のお相手は目指せ1001回な堀江由衣でした。それじゃあこの後もあなたのハートにエンジェルビーム。この番組はキングレコードの提供でお送りしました。いつか巡り合うのね、求め